次に伊佐真一君。伊佐真一君。公明党の伊佐真一です。本日も質問の機会いただきましてありがとうございます。一般質疑ですので、私がさまざま地元でいただいた声をまたこの場で届けさせていただきたいというふうに思っております。まず冒頭は樋口政務官、また今日も文科省から来ていただきまして、引き続きよろしくお願いします。また今日も厳しい質問をさせていただきたいと思いますので、しっかりとご答弁いただければと思いますが、認定こども園、今5年間の経過措置期間中になっております。今2年間経って、残りこの経過措置期間は3年間です。で、この経過措置期間の間、特に今日は資格の話をしたいんですが、2点この、特別措置がありまして、1つは本来であればこの認定こども園の場合はこの幼稚園教諭の資格と保育士の資格両方持ってないといけないと。これが、この5年間の間はそれが免除される、片方だけでいいよというのが1点で、もう1点は、例えば保育士の資格しかない方がこの働く場合、その経過措置の間3年間働けば幼稚園教諭の資格も取りやすくなる。具体的に言うと単位の減免ということになるわけですが、3年間働けば一からまた大学に通って資格を取るということじゃなくって、ある程度簡単に幼稚園教諭の資格も取れると。で、子ども園で働き続けられるということになってます。ところが、これ残り3年切って、この4月で経過措置、3年間切ったわけで、そうすると、これから保育士として、じゃあこれから頑張って働こうという人は、つまり平成32年の4月の段階で雇い止めになってしまうわけです。資格がないわけで。で、現場で聞くと、自分が雇い止めになるっていうのを聞いて、せっかく保育士の資格があるから、現場で保育士足らないと、いろいろニュース見て聞いたと。働こうかと思っても、いや、途中で雇い止めになるんだったら、それだったらもういいわと、やめようと。こういう方々が今、現場で出てきてるというふうに伺ってます。で、これ特例措置が切れたことで、逆にこの保育士になろうっていうインセンティブが削がれる要因に今なっているというのを伺いました。で、今回、政府はこの待機児童ゼロっていうのを目標を延長して、よりこの施設を増やしていこうとしているわけで、当然この保育の人材っていうのがより逼迫していくわけだと思うんですが、この3年間働けば幼稚園の教諭の免許を取りやすくする、この特例措置も延期すべきじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。樋口文部科学大臣政務官。今制度の詳細までお話をいただきましたけれども、おっしゃる通り平成31年度末までの経過措置でありますので、伊佐議員のご指摘の通り、保育士の資格しか持たずに平成29年4月以降に保育士として勤務を初めて行う者についてはこの経過措置の適用がないということになります。この点につきましては、この幼保連携型認定こども園における幼稚園教諭免許の取得状況等の実態、また同様の特例措置が設けられています保育士資格の状況等を勘案しつつ、認定こども園制度を所管する内閣府、そして保育士資格を所管する厚生労働省とともに連携の上、本日の伊佐議員のご提案を踏まえまして検討をしてまいりたいというふうに思います。伊佐真一君。これ文科省の話だけでは当然ありませんで、厚労省にも当然同じことが起こっています。つまり裏返しで幼稚園教諭なんだけど保育の資格がないっていう場合もこの特例措置使ってますので、今同じことが起こります。で、先ほど樋口政務官、検討しっかりしますと、前向きなまずご答弁いただきましたが、私、事務的に文科省でやらせていただいた事務方の皆さんとやったときには、どちらかといえば、いや、ちょっと二通りしかないですねと言われたんです。で、それを乗り越えて前向きに言っていただいたと思うんですが、その時二通りとおっしゃったのは、一つは、いやいや、こういう制度だから、この資格を取るために、しっかり大学に行ってほしいという趣旨なんですと。いうことをおっしゃいました。ただこれも私ちょっと緊迫感が足らないと思ってまして、潜在保育士という方が一定程度いらっしゃって、つまり保育士の資格は持ってるんだけど、今まで違う仕事をされてた。で、子育てで一時仕事を辞められて、一応落ち着いたので、保育士が足らないし、しかも自分資格があると。で、処遇改善政府も頑張ってると。これであれば、私も保育士になろうかなという方々もいらっしゃるわけで、こういう方々が、いやいや、もうあなた途中で雇い止めになるので、一から大学でもう一回勉強してきなさいと。これはちょっとあんまりじゃないかというふうにも思いますし、
で、二つ目、これ、いや、まあ、保育士の資格しかないんであれば、保育士でこれから保育所で働いたらいいじゃないかというのも、これもちょっと、私、意味がわからないと思いまして、もともと政府は子ども園、認定子ども園というのを広げようとしてるわけですから、まあ、こうしたことも考えると、まあ、しっかりこれ、文科省だけじゃなくて、厚労省も関係します。で、当然、まあ、内閣府も関係しますので、ぜひ三者でしっかりと連携をして、ここは、しっかりと対応していただきたいというふうに思っております。蛭子政務官も結構です。ありがとうございました。で、次はヘルプマークについて伺いたいと思います。2年前、この通常国会で、この厚生労働委員会の場で、当時、橋本政務官でいらっしゃいましたが、政務官に質問させていただきました。その時にこの、まあ、皆さんご案内のようにヘルプマークっていうのは、内部障害を抱えていらっしゃる方々、ね、外見から、外から見てもわからないと。まあ、繊維筋痛症であったりとか、あるいはその義足だったり人工関節だったりと、まあ、何らかの周囲の配慮が必要なんだと、まあ、これがしっかり分かるマーク、ヘルプマークですが、これ各地でバラバラですので、私2年前に政務官に質問させていただいたのは、これなんとかならないかと、まあ、統一するなり普及啓発するなり何かできないかということを質問させていただきました。で、政務官の方からは、この当時の政務官、橋本政務官は、まあ、検討してまいりたいというお言葉いただきまして、で、これが今般、この東京都のヘルプマークが JIS 規格に認定されるということになりました。で、まず経産省を伺いたいんですが、これ JIS 規格に登録されるっていうのはどういう意味があるのかと、何が変わるのかということについて伺いたいと思います。経済産業省補佐大臣官房審議官。お答え申し上げます。ただいまご質問いただきました実化、まあ、標準化につきましては、分かりやすいマークなどを通じた正確な情報認識の共有、障害者や高齢者への配慮を促すことによる安心安全の確保、製品の互換性や品質の確保、省エネルギーやリサイクルを通じた環境保護といった幅広い役割がございます。ヘルプマークにつきましては、本年7月20日付で官報に公示され、日本の国家規格である JIS となる予定でございます。すでに導入が始められている府県もあると聞いてございますけれども、実化することによりまして、ヘルプマークに関しまして、国民の皆様をはじめとしまして、相互理解が進み、全国的に普及していくことが期待されるものでございます。伊佐慎一君。最後のこの参考人の言葉にあったように、期待されるということなんです。あくまで期待なんですね。つまり、強制力は当然ないわけで。で、これ、ここから具体的に普及啓発をしっかりやっていかないと、このあまり現状変わらないということだと思います。で、マタニティマークっていうのがございますが、これがここまで広まったのは厚労省が一生懸命やっていただいたからだというふうに思ってます。普及啓発頑張っていただいたと。で、マタニティマークは JIS 規格ではありません。 JIS 規格じゃ、だから JIS 規格になったから広まるってわけじゃないというふうに思います。で、これをだから今回はせっかく JIS 規格にもなったんだから、これを機に厚労省が本気になって普及啓発をしていただいて、初めてこれ広がっていくんだと思っております。まあ、そういう意味で、まあ、2年前も答弁いただきました。副大臣になられて、より、この、まあ、大きな指導力を発揮いただける立場になりましたので、再度、副大臣に伺いたいと思います。橋本厚生労働副大臣。はい、ヘルプマークに対するのお尋ねをいただきました。まず、委員ご指摘のマタニティマークについては、その平成17年に度に開催された厚生労働省の、健やか親子21、推進検討会において、妊産婦等を取り巻く社会環境の整備の一環として、妊婦バッジが提案されたことから、デザインを公募の上決定し、平成18年3月に発表、それ以降普及を図ってきた。まあ、こういう経緯がございまして、まあ、まさにご指摘のとおり、厚生労働省として取り組んだという経緯がございます。で、障害者に関するマークについては、その車椅子のマークなど国際的に使用されているもの、あるいはさまざまな障害当事者団体の皆様方がそれぞれの特徴を踏まえた独自のマークを作っておられるとか、古くから使用されているものも、まあ、複数ありましたり、また自治体が独自に制定しているものもあるなど、さまざまな取り組みが行われた経緯がございまして、で、まあ、これまでその統一化したマークの使用についてはなかなか難しいような状況もあったというのは、まあ、正直なところでございます。で、2年前ご指摘をいただきまして、難病対策委員会においても、まあ、ご議論はいただいたようではありますけれども、ちょっとまあ基本的方針に反映をするようには至っていないというのは今正直な経緯でございます。で、まあ、厚生労働省としてはそのこれまでは各自治体が行う障害に対する理解を普及促進取り
促進する取り組みについて財政的な支援を行っておりまして、その中でヘルプマークをはじめとする障害者にかかるマークの普及についても支援を行ってきております。でさらに今年度より心のバリアフリーの推進を図られるよう新たな事業を創設し、自治体に対する支援の充実を図ってきたところでございます。でヘルプマークの普及については、まあ、現在の取り組みはそれはそれでさらに進めつつ、まあ、実化をされるということも今度今政府参考人答弁あったようにするわけでございまして、まあ、厚生労働省としても、厚生労働省ホームページへの掲載をするなどとして周知に努めるとともに、2020年の東京オリンピック・パラリンピック大会に向け、内閣府などの関係省庁や東京都をはじめとする自治体など関係者の方々とも、しっかり連携協力をし、まあ、より積極的に取り組んでまいりたいとこのように考えているところでございます。まあ、やっぱり内部の障害があって外見から見て分からない困難を抱えている方の問題というのは、やっぱりもっともっときちんとお伝えをしていく努力は我々としてもしていかなきゃいけないんだろうというふうに、まあ、例えば自動喫煙の問題などで喘息があってタバコの煙がある場所に行けない人がいるんですみたいな話をすると分かっていただけるんですけれども、まあ、例えば当事者の方々はみんなずっとそれを一人会うごとにやってたりするってすっごい大変だろうなっていうのは感じたところでございます。まあ、いろいろな障害の方がおられるし、そうした方々ともしっかり共生をしていくというのは先ほどの高取院との、ご質問の中でもありましたけれども、まあ、そうしたことにもつながると考えておりますのでしっかり取り組んでまいりたいと考えております。伊佐伸一君。副大臣はその事務方が作られた答弁だけじゃなくてご自身の思いもしっかりと今お話をいただきました。まあ、事務方の方は言うんですよ、他にもいろいろ取り組んでいるマークがありますと。でも私これたくさん他にもいろんな各団体各自治体でやってるからやりにくいんですという言葉は、私これ何度も経産省確認したんです。この JIS 規格って何ですかっていうと、政府としてこのマークがヘルプマークなんだというのを決めるのが JIS 規格なんです。だからそういう意味では、だから経産省はこれで決めたのに厚労省はいやいや他にもありますというのは、私それちょっと違うんじゃないかというふうに思っております。で各地域でもいろんな動きがあると言いましたが、もう地域独自で今統一しようという動きも広まっておりまして、この東京都のヘルプマークなんですが、これ今もう京都、和歌山、徳島、青森、奈良、神奈川で、今年度からはさらにこの秋田、栃木、岐阜、滋賀で、私の地元の大阪でもこれを採用しよう、東京都のヘルプマークを我が都道府県でも採用しようと。でこれを、まあ、大阪の場合は今月から配ってます。まあ、こういうような状況ですので、まあ、これだけ大きなムーブメントになっておりますので、まあ、そのホームページに掲載するとか年1回自治体が集まる会議で少し言いますよとかだけじゃなくって、まあ、マタニティマークでやったみたいに鉄道会社と連携するとか、より前向きにぜひ取り組んでいただきたいというふうに思っております。次は第3期のがん対策基本計画について伺いたいと思います。私はまあ、今回の予算委員会で質問させていただきまして、その際にまあ、がん対策第2期が終わって第3期が始まると。で第3期ではこの、まあ、目標設定は第2期もやってたわけですが、目標設定して10年経って振り返って蓋開けて、さあできたできなかった、まあ、そうじゃなくって本気でやるんであれば10年間のこの道筋ロードマップを作るべきじゃないかという点について、総理に質問させていただきました。で総理の方からこの委員会の場で第3期においてはロードマップをしっかりと作りたいというようなお言葉をいただきましたので、このロードマップの中身について伺いたいんですが、まず緩和ケア、この、まあ、痛みを和らげる、まあ、がんのこの痛みを和らげたり、まあ、これは身体的な面だけじゃなくて精神的な痛みを和らげるっていうのもありますが、こうして自分らしく、まあ、過ごしていただくという観点での緩和ケアと、この緩和ケアの研修について、お医者さんに対する研修、今各拠点病院でやっていただいております。で一昨年前目標を立てまして、その目標の期日が今月です。でその目標は今月、この今月までに医師の、90% 以上の受講完了を目指すというものでした。で結果どうなったかというと 82.1%、まあ、もうわずかに達成できなかったんですが、これもともと当初 30% でしたので、まあ、そういう意味ではだいぶ頑張っていただいたんだなと私は評価をしたいというふうに思っております。で次の段階で私第3期で大事だと思うのは、これ拠点病院で今まで 90% 以上目指してやってきましたが、これ一般病院に次のステージではしっかりと広げてほしいと
一般の病院に対する研修もより力を入れてほしいというふうに思っております。今がんの患者さんの、まあ、あの半数近くが拠点病院以外で受診をされておりますので、あのこうした、まあ、第3期ではウィングを広げて一般病院への緩和ケア研修というのを、推し進めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。福島健康局長。お答えいたします。まあ、がん診療、がん緩和ケア施設の研修でございますけれども、特にあのがん診療連携拠点病院におけるそのがん患者の主治医担当医の医師のその受講率については今先生からご紹介になったとおりでございます。で、がん患者さんのうち約4割はその拠点病院以外で治療を受けていらっしゃる。こういう現状を踏まえますと、ご指摘のように基礎病院以外の医療機関においても緩和ケアを進めていく必要があると。そのためにはその緩和ケア研修会を通じてその緩和ケア提供を実施させていくことが必要であると考えております。で、この点について今第3期のそのがん対策推進基本規約の見直しについてご議論いただいておりますがん対策推進協議会、この委員の間でも認識は一致しておりまして、その具体策として拠点病院以外の医療機関におきましても積極的に緩和ケア研修会の受講勧奨を行うこと、そして緩和ケア研修会を受講しやすくするために座学部分については e ラーニング、こういうものを導入するということで合意がされております。厚生労働省といたしましてはこの夏を目的に第3期がん対策推進基本規約策定する予定でございますけれども、この中で拠点病院以外の医療機関においても緩和ケアが提供されるように研修の充実などに取り組んでまいりたいと考えております。以上、伊佐慎一君。次にがん教育について伺いたいと思います。2人に1人ががんになると、まあ、男性の場合は今5人に3人ががんになるわけですが、まあ、こうした状況の中でしっかりとがんを知るという観点でがん教育が大事だというのを私4年前に、文科大臣に申し入れをさせていただいて、でその時、まあ、文科省としても検討、厚労省と連携しながら検討していくというお答えをいただいてから、いよいよこの4月から学習指導要領、中学校の学習指導要領にこのがん教育が記載されることになりました。全国のこの中学校、学校でも始まっていくわけですが、このがん教育の現場っていうのを先日私見に行ってまいりました。中学校の2年生のクラスだったんですが、この中学校2年生の生徒の皆さんほんと真剣にこのがんについていろんな話を聞いてらっしゃいまして、まあ、見てるとさながらこの、まあ、命の大切さといいますか、命の授業のようなクラスになっておりました。で、まあ、我々が、まあ、副次的に期待しているのは家に帰って、例えばお父ちゃんお母ちゃん今日こんな話あったよと、お母さんもがん検診行った方がいいでと、あるいはお父さんもうタバコやめた方がいいよと、まあ、こういうような話家庭でしていくというようなことも期待をしているわけですが、この私がその時痛感したのは、この授業を受け持った方が外部講師なんです。外部講師というのはその放射線治療の専門家の方が、お医者さんが授業されました。で、あるいは患者さん、がんサバイバーと言われる方であったりとか、あるいはまさしく今治療中の方もいらっしゃってまして、で、まあがんになった時の気持ちこうなんですよとか、あるいはその家族の支えが非常に助けになったとか、まあ、こういう話をされると。で、これ、まあさっき申し上げたようにもう2人に1人ががんになるっていう時代ですから、当然生徒の、まあ、身内の方でもがんになられている方というのは多いわけです。まあ、そういう意味でこの、まあ、このがん教育における外部講師の重要性というのを非常に痛感をいたしました。そこで文科省に伺いたいんですが、このがん教育の現場で外部講師がどれぐらい今後活用されていくか、しっかりまず実態把握をするということも大事でしょうし、この学習指導要領に書かれましたが、具体的にどうやっていくかというのはこれから解説というところでより詳細が記載されるというふうに理解しておりますが、この解説のところでしっかりと外部講師の活用と、これも重要なんだと、もうこの考え方を盛り込んでいただきたいと思います。よろしくお願いします。文部科学省、滝本大臣官房審議官。お答え申し上げます。学校におけるがん教育の実施にあたっては、医師やがん経験者等の外部講師の活用が効果的であるとお認識をしております。昨年12月、がん対策基本法が改正され、がんに関する教育の推進などが新たに盛り込まれるとともに、この改正法の趣旨を反映し、本年夏を目途に策定する次期がん対策推進基本計画においては、
がん教育などをさらに推進するための方策が盛り込まれるものと承知しております。これらを踏まえまして、文部科学省としては外部講師の活用状況等に関する調査を初めて実施をすることとしており、その調査結果も踏まえ、がん教育の一層の充実に努めてまいります。またご指摘いただきました今後作成される中学校学習指導要領の解説では、学校や地域の実態に応じて教職員だけではなく、ご指摘の専門性を有する外部講師の参加協力を推進するなど、多様な指導方法の工夫を行うことの重要性を示してまいりたいと考えております。以上です。委員長、伊佐伸一君。ありがとうございました。がん教育をようやく全国展開ということですが、私次の段階はこの職域だというふうに思っておりまして、企業でどうやって普及啓発啓蒙していくかということだと思います。またその点を改めて質問させていただきたいと思います。ありがとうございました。